うわ、すごい。一気に集まった。今日ね、DS をしてたんだ。あ、そう、今日はさ、撮影でファンクラブの解放の撮影で、皆さんファンクラブ入ったかな。リップかわいい。どこの、これなんだろう。エチュードハウス。ピントが、エチュードハウスのこういうのだね。はい、そう、 DS やってたんだ。ファンクラブは明日から、明後日か。あ、受付まだなの。あ、そうなの。なんかてっきり始まってるのかと思った。そう、そのね、ファンクラブの開放のアンケートとかいろいろ書いてすごい楽しかったので、ぜひ皆さんファンクラブ見てね。なんかね、すごい可愛く写ったから見てね。あ、そう、今日ね、その撮影のために、新しくじゃない、初めてね、ロビー、劇場のロビーに入って、集金が多い、なんか、なんて言ったらいいんだろうな。でもそういうのは本当に入りたい人でいいんじゃないかなって思うけど。あ、そう、撮影終わってからさ、もうずっと寝てて、やっぱ昨日の疲れがすごいね。もうずっと眠ってた、疲れちゃった。あ、そうだ、 AKB さんの方の握手がなくなっちゃった、延期しちゃったみたいでね、悲しいんですけど、ぜひ延期の分がまた開催されるので待ってます。ココナーさん、ココナーさん LINE 無視されてんだけど、見てるんだったら返事してよ。うん、そう、 SK の方はやるので待ってます。完売したからとっても嬉しいんだ。あ、マスクね、多分私の方は、メンバーの方もね、マスクはできるみたいだけど、それだとね、せっかく会いに来てくれたのに、なんかもったいないから、ひめたんはマスクしないから、ぜひ皆さんの方で申し訳ないんですけどね、マスクとか体調管理徹底、お互い頑張りましょう。流行り病というか、普通に寒いし、冬だしね。ね、そう、最近ね、めっきりとってもお暇で、自主練期間だったけど、もうツアーとかの、ツアーじゃないかな、ツアーっていうの、わかんない、コンサートのリハとかで、撮影とかですごいバタバタになってね。
マスクした方がいいのかな。いやでもせっかく衣装とかも着るから。みんなファンの方がマスクお願いします。あーそうそう、エコパーでもね、セットリストすごい面白くなってて楽しみ。ね、みんな来るのかな。静岡って大変なのかな、みんな来るの。あ、大橋真子バリバリマスクつけるのね。えでも、ま、人それぞれのなのでね。お、昼夜来る方がいる、待ってます。みんな見に来てよ。すごいね、楽しみなんだ。なんか初めて、初の試み、試みじゃない、ひめたんが初めてなんだよ。その、ま、いろいろ言えないけどね。楽しみ。どう、2公演ともどっちも、やったー、楽しみだね。ね、もうさ最近さニュース何も見なくなっちゃって、コロナウイルスなんかみんなと話すまで全然知らなかった。やばいよね、ちゃんとテレビ見ようってなりました。ね、いやココナウイルスは不謹慎すぎるって。もうそのくだりやってるから。まあ大変だよね。何が大変なのか分かんない。治療法ないんだ、やばいね。みんな大丈夫？ひめたんは外出るときいつもマスクだからな。何感染なんだろう、飛沫感染。ちょっと調べます。そう、こういうさ流行り病が出てくるとさマスクも高くなるんだよね、みんな買い占めるから。だからマスクさやっぱ普段から買った方がいいよみんな。あ、マスク売り切れで一人一枚？なんじゃそりゃ。でも事務所にもねメンバー用マスクって置かれてて、すごい優しい、優しいんだけどね、事務所のマスクはねもうこんぐらいなの、みんなつけると こんぐらい覆いかぶさっちゃって、俺逆に意味ないんじゃないかなって感じ。そう、大きいんだよ。アルコール消毒ね大事だね、みんな手洗いうがいとマスクだね。ねえ、いや本当にこれ誰にも当てはまらないんじゃないかってくらい、そう、あの大人の男性の方でも多分これはでかすぎると思う。ねえ、マスク不足なんだ、配ってあげたいね。握手会で配ってあげる。でもね、ピッタマスク、ひめたんはピッタマスクっていうね、なんか灰色みたいな、なんかいろんな色があるやつがあるから、それはなんか可愛いし、みんなつけよう、お揃いしよう、ピッタマスク。でもピッタマスクってさ意味あるのかな、ウイルス。
握手会で推しサイマスク、それ頭いい。いや、白いマスクをマッキーとかで塗ろう。ヒメタンは、あ、そう、ヒメタンは水色と白だから逆側は塗らなくていいんだよ。そう、水色だけ塗ればいいんだよ、みんな。じゃあ待ってるね、握手会で。嘘です、やめてください、恥ずかしいから。いやでも面白いね。あ、色塗ると効果なくなっちゃう、それは分かんない。てかお腹空いたね、みんな。え、ご飯食べた？ひめたんは寝ててご飯食べてない。お腹空いた、何食べよう。最近はね、あのでかい大容量のお肉を冷凍して焼いて食べてる。はい、もう悲しい、ひもじいよ。だから握手会が楽しみだったのに、ケータリングが美味しいから一日なくな、延期だね、延期しちゃったの、すごい悲しい。今日もオール？ううん、最近もうオールしない。もうね、忙しくなってからもうやっぱ健康的な生活をしようって思って、早く寝る。もう長い夜のお夜ね、お夜ねお夜寝しちゃったから、多分なかなか寝つけないと思うけど頑張って寝る。そう、いや頑張ります。みんなも、でもみんなは健康的な生活してるか分かんない。頑張ろうみんな。そう、寝ないとさ、なんて言うんですか、なんか、え、なんて言うんだっけ、めっちゃ言ってたのにこれ。免疫力だ、免疫力低下しちゃうから頑張ろう。ファンの人というか、ひめたんが体調壊すとそれ以前に握手会に参加できなくなっちゃうからね、お互い頑張ろう。あ、そうだ、 R1 っていうのがいいみたいだね。 R1 美味しいよね。なんか普通に美味しいから飲んでたけど、なんかとっても効果がすごいらしい。 R1 カミカミだね。アイドルは健康じゃないと。でもファンの方も健康じゃないとダメなんだよ、来れなくなっちゃうし。健康じゃない状態で来たら本当にダメだよ、本当に。もうスタッフさんに追い出されちゃうよ。追い出される前にお家で安静にしとこうね、今体調悪い方は。大事や、みんなにうつしちゃうから。こんばんは。ねえ、そう、今ねちょっとスリープ機能にしてるんだけど、今までね目覚めて寝ながら DS をしてて自堕落って感じね。可愛くない、限定パック。これ何年前なの、やばいよね。あ、でも10年前だ、すごい。楽しい。ちょ、見えるかな、見えないね。ちょ、画面が暗くて見れないや。そう、動物の森のねカラーなんだ。え、みんな仏森って言ってるの。あ、でも仏森シリーズっていうのかな。ひめたんは道森だけど、ポケモンやってるよ。でも最近はね、とんがり帽子にお熱なんです。
そう、とんがり帽子楽しいよ。もう楽しすぎる。みんなやんないよね。だって女の子のゲームだもん。わかんない、男の子もやってたのかな。こんばんは。やっぱね、とんがり帽子わかんないよね。へえ。みんなね、またちょっとこの配信終わったらポケモン育成また頑張ろう。もう本当にね、だるくなっちゃって、めっきりレンタルパーティーで潜ってた最近は。あとね、ポケモンカードもね買ったんだからね、やりたいんだけど、対戦する人いないから、みんな一緒にやろう。みんな一緒にやろう、ポケモンカード。ちょっとのルールしかわかんないけどできるよ。握手会でポケモンの話したいね。待ってるよ、今使ってるポケモンとかよかったら聞きに来て、みんなね、みんな対戦しよう。あ、そう、ポケモンやったことない人はね、やってみた方がいいよ、まず。でもね、本体とか買うってなるよね、ポケモンやったことない人。そこがハードルだけど、でも大人の方だったらポンって出しちゃうのかな、わかんない。みんなスイッチ買うんだ。あ、そうだ、なんかね、最近ね、追加パックっていうのが出て、まあ、ポケモンハウス、ハウスだっけ、はちょっと月額制だからだし、まあポケモン移動とかお引越しとかさせなくていいかなって思ったから、ポケモンハウスは買わないけど、あのなんだっけ、雪原、寒ブリの雪原だっけとかはもう買いました。買ったよ、もう中ポケの代名詞ガブリアス様が来るということで、もうこれは買うしかないなと思って。嬉しいよ。ねえ、みんな、うん、あと10分かな。そう、スイッチでね、動物の森出るんですけど、あと2ヶ月、あと1ヶ月になるのかな、1ヶ月とちょいかな。え、楽しみ。もうね、みんなメンバーみんなね、ずっとソワソワしてんの、早く出ないかなって。で、動物の森ガチ勢の大橋まこと姫たんはもうガチなので。あ、そう、動物の森とね、とんがり帽子今やってる、ハマってるやつなんだけど、それがちょっと似てて、今二人でガチってるんだ。みんなやろうよ。話し相手もっと増やしたいよ。ポケモン GO、 ポケモン GO もね入れてたんだけどね、消しちゃった。なんかポケモンじゃないなと思って、ポケモンだけど。え、でもさ、なんかドット絵のダイヤモンド、ダイパーでリメイクきっと来るじゃん。だからさ、ドット絵復活しないかな。ひめたんはドット絵のポケモンが好きなんだよ。あのゲームガチ勢とかあるの？どんもり？あるよ。
それはね、ガチ勢の村を見たことがないから言えるんだよ。もう見せたい。 SNS とか始まったらみんなに見せてあげたいよ。姫たんの村めっちゃ可愛いから。おつまこの村もねめっちゃ可愛いんだよすごいピンクなのみんなね。楽しみにしててね。移動の時とかメンバー的にはスイッチは必須なのかなね。え、あ、でも今日もね、あのサリナさんがやってたよスイッチ。うん、やっぱ移動とかもね、移動中も立ち位置表とかずっと見ちゃうけど、やっぱみんなと一緒だとねマリオパーティーとかしちゃうの大阪の姫たんの握手買ってたのに。え、土曜日が延期になっちゃったの。日曜日が FKE。 ねえ、みんな買ってくださってた方、またね伸ばされた日程でお会いしましょう。悲しいね。やっぱだってその日のためにさお休み取ってた人とかもいるんじゃん。土曜日お仕事でとか悲しいね。任天堂ショップ、あ、行ったよ。行った。すごいめっちゃ人がいた。行ったとかじゃなくて外から眺めた。人が多すぎて入れなくって。そう、渋谷のねポケモンセンターに用があって。いひ、そう、マリオパーティーはね一人だと悲しいね SK 握手全員マスク対応なの？これは強制なの？姫たんマスクしない手で話してたあれ？マスク強制ですか？デストさん、なんだと？だってせっかくの握手マスクって悲しくない？メンバーがマスクしてるって。姫たんはやだけどな。姫たんオアシスのジャンプショップとか行くの？あ、嘘、オアシスにジャンプショップあるの？知らなかった、行ってない。なんかジャンプショップって東京とかにしかないと思った。あの神奈川のみなとみらいにあるけど。あ、そうなんだ。あ、メンバーは OK？ うん、あ、メンバーはしなくていい。あ、そうなんだ。でもファンの方のマスク姿ってさ、お顔わかんなくなっちゃうかもね。じゃあマスクに名前書いといてよみんなねえ、あ、今日行ったの？ジャンプショップ。ね、ジャンプショップ楽しいよね。ジョジョのグッズが少ないのはちょっと、増やせって思うけどやっぱね、ワンピース、ナルトとかが多いね。あと銀魂とか。ポケセンも昔オアシスにあったんだ。すごいね、オアシスってすごいね。透明マスク頭いいね。透明マスク、ラップ、サランラップつけてく、こうやってね。押しマスク押しマスクいいね。あ、そっか、最近行ってないからわかんないけど、鬼滅か、鬼滅も多いよなグッズね。あ、今ヒロアカと配給なの？そうなんだ。てかさ、やっぱマガジンの作品もいいわ。前のさ、前の前の
ショールームでなんか、あ、もう切れちゃいそう、やばいやばい、え、すぐ話すね。なんかジャンプ作品は総じて良いのだとかテロップこの上に出したんだけど、やっぱサンデーもマガジンもなんか全て面白いわ。あのね、声の形ってみんな知ってるよね、有名だから。声の形の作者さんのなんかめっちゃ昔の作品でマルドックスクランブルっていうのが好きで、え、知ってる人いる？めっちゃ好きなんだけど、それがマガジンで、マガジンじゃないか、それはスクエニかな、ちょっと記憶曖昧なんだけど。でさ、不滅のあなたへがマガジンでしょ、あの作者さんの最新作が。え、切れちゃうかな。あ、そうそう、小説原作の超好きなんだけど。でコナンは、コナンサンデーだよね。とかマギ、マギもサンデー。やっぱ漫画って全て面白いんだね。その連載するところによらないわ、漫画は全部面白かったわ。気づきました、一つ大人になった。切れる？じゃんね、みんな休み、バイバーイ語り尽くした、楽しかった。